マの共演者の人に買ってこうかな。20個ぐらいになっちゃうわけ。共演者の人用ね、これは。アラキアキ、いい匂いする。ハーブの香りは、薬草だって。薬膳茶。お茶。わあ、真っ黒。不安。めっちゃ苦いよって、あの優しそうなお姉さんがめっちゃ苦いって言ってたから。うん、美味しいじゃん。ホームメイ。こんな素敵なスタンドがあるんだね。全然飲めるわ。全然飲めるよ。ホームメイ。ドライドライドライです。ホームメイ。ホームメイ。ホームメイ。見て、ここに説明が。沸騰したお湯に麺を入れてほぐれるまで 3,4 分茹でて、ソースとかオイルを加えて終わりなんて。はい。一番やっぱり有名なのはアワビ麺っぽい。誰に買うの？私は妹2人。2個で14ドル。2個で14ドルなんだって。じゃあ4つでいい？うん。でも今ドラマやってるので、ドラマの共演者の人に買ってこうかな。待って、何人いるんだっけ？すごいいっぱいいるの今。なんか10人ぐらいいるんだよね、レギュラーメンバーが。オーケストラのドラマだから、20個ぐらいになっちゃうわけ。まあいいじゃない。うん、いいんじゃないの。共演者の人用ね、これは。で、もう一個。これ自分用のアワビ麺を。エビとホタテと。これすごい良くない？うん。Thank you! Hi! びっくりした、日本語だ。ご旅行ですか？住んでて。あ、へぇー。畑の雑屋さんとかも。あ、何屋さん？マッチとかデーツとか。デーツ大好き。あ、デーツ買って帰りたいな。すごいドラマとか見てます。ありがとうございます。かわいい。かわいい。あ、恥ずかしい。恥ずかしいね。恥ずかしいね。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。バイバイ。ありがとうございました。すいません、お邪魔しました。ありがとうございました。よし、ナッツ食べに行こう。食べに行こうじゃない、買いに行こう。あ、あったあったあった。ここだ、綺麗な店。ここだ。うまい、おいしい。 Yes, two. めっちゃおいしいね、このデーツ。あのね、マリアがね、デーツ大好きなのよ。え、絶対喜ぶじゃん。いいお土産だね。あー、Thank you. あ、Thank you so much. 3つ、え、こんなにいっぱい。こんなさ、これで2000円だよ、めちゃくちゃいい。で、これ多分日本で買ったら5000円ぐらい。なんかこれ種入ってるかな。種入りか。私ももう一個買っていこうかな。あ、待って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 、これじゃない？これも入ってる。あ、そうだ、じゃあこれも買えばいいや。これださっきのご家族のおすすめ。おすすめ見つけました。見つけた。買えます、これで。デーツの中にくるみが入ってるやつ。もうしばらくデーツに困んない。ありがとうございました。いい情報。こんなにいっぱい買ってる。こちらです。ここだ。ランチ店でしたね。いろいろあるよ、やっぱメニューが。これ多分完全一食宇宙なんだろうな。完全一食宇宙。香港にいるから全部漢字にして、うん、そういうゲームやろうよ。あ、いいじゃんいいじゃん、面白い。全部漢字にして伝わるかっていうゲームしよう。いいね、いいね。初めての香港、私旅楽しくて帰るの悲しい。
正解でこれでももうちょっと違うのが自分旅っていうのがプライベートって意味、仕事では一回来たことあるけど、プライベートで来たの初めてだから、初めての香港プライベートの旅、楽しかった、帰るの悲しい。あ、来たー、おー来ました。何でしょうかこちらは。ミルク餅、アイス。 OK、Thank you. Thank you so much. うん、冷たい、うまっ。ピーナッツかな、ピーナッツとセサミの味。ごま。あったかい、最高。スープだからね。あったかい。めっちゃ美味しいこれ。日本人嫌いな人いない。あ、本当。我美味しいもの食す、うまい。ひらがな入ってんのよ。という美味。共存美味、共存美味。共存っていう言葉をがすごい使えるっていうことが分かった。お？ナンバー2のお部屋。え、すごい。おーさー、あ、あ、あ。メニューの中で最も肌が保湿されるメニューにしてみた。日本帰る前に、これからあと飛行機で乾燥するから。マッサージ市場もう何の声もないね。そうだね、楽しかったね。あ、本当楽しかったね。充実してた。超楽しかった。いつもは1泊2日だったけど、今回初めての2泊3日で、その場でさ、おすすめのお店聞いて、あそこ行きたいとかここ行きたいとかもできたから、そうだね、本当に楽しかった。いい旅だった。はい、満足感じでねっていうことで、私の気持ちを漢字で表しておきますね、はい、こちらです。ぜひ予想してコメントに書いてください。じゃあ楽しかった、ありがとう。日本へ。